グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。ご希望に合わせたウッドデッキにするため、すべて取り替えることにしました。ウッドデッキでお茶を飲んだり本を読んだりしたいとご希望がありました。狭い敷地周りは雑草取りがとても大変です。ペットのワンちゃんを放し飼いにしたいというご要望もありました。家族のように大切にしているワンちゃんがウッドデッキで遊べるように作り替えます。ウッドデッキは敷地いっぱいに広げて高さ 1.5 メートルのフェンスを設置しました。お庭はくつろげる空間となってテーブルセットを置きました。裏の敷地も防草シートと砂利敷きで雑草抜きの手間がいりません。建物の脇の狭い部分も雑草に悩まされず快適です。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。